はい、今日もサブアカウントからお届けしております。8月10日朝5時20分です。ライブ放送の前にね、ちょっとおやつを食べようかなと思ったんですけども、 Facebook を見ていてこの画像が目に飛び込んできたんで、ああ久しぶりにあれ食べてみたいなと思ったわけなんですよね。このパンの第一印象ってのは甘そうで大きいなって感じです。まあ平べったいんでね、大きさといえば小さめのカレーパンと大体同じぐらいなんでしょうけども、でもこのインパクトありますよね。うん、でもこれね、買った時にね、美味しさが広がるっていうかね、懐かしいこの画面なわけですよ。このぐる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 巻いて一つの板になってるわけなんですけども、まあ様々なパンを食べる中でね、これはね、あんまり私食べる頻度が強いわけではないんですけども、たまにね、たまに食べたくなっちゃうんですよね。そのたまにが今日実現したということで、これからいただきます。ありがとうございます。それでは。あ、でもね、山崎のパンって体に悪いっていうね、風評がありますけども、あれなんで広まるんでしょうね。山崎のパン、体に悪いって、山崎のパンで誰か死んだ人でもいるんですかね。入院した人でもいるんですかね。昔の公害とかを考えてみたときにね、水俣病、四日市喘息、痛い病、それから足尾銅山の水銀。どうですかね。これで健康被害出て、訴訟に発展したとかあるんですかね。うん、美味しいと思うけどね。うん、いってらっしゃい。